こんにちは、大チャンネルです。今日はこちらの虫除けスプレーについて紹介をしていきたいと思います。大は今までちょっとこれね、市販の虫除けスプレーをお洋服にこうシュッシュって吹きかけて使ってたんですけど、なんか人間でもこう皮膚が弱いところとかにつくとなんか痛いよね、うん、でそれでなんか犬は毎日体洗うわけじゃないので、なんかこうなんだろう、肌にあんまり良くない感じがして、でそのワンちゃん用の虫除けスプレーで検索をしたら、なんかこちらの虫除けスプレーがすっごいいいって聞いたので買ってみました、うんでも何回か使ってるんですけど、使った感じいいよね。うん、でなんか私も顔とここ首のところにこっちの虫除けスプレーを使うと、なんかすごいピリピリしたりとかブツブツみたいなのできちゃったりとかして、だけどこっちを使うようになってから肌荒れがだいぶ減りました。でこっちの詳細なんですけど、ちょっとカンニングします。はい、まずペディペディハーブスプレー、ペディペディなのかな、うん、とにかくハーブスプレーで、商品の説明は、農薬成分を一切含まず、ペットが舐めても子供が抱きついてきても安心、ダニのみを防ぐ天然ハーブの力でダニやのみを防止する、で天然ハーブ 100% だから、お肌の弱いペットはもちろん一緒に生活するオーナーにもとても優しいものです。ペディペディハーブは当社独自の経験と技術で厳選した天然ハーブ数種類を使用し、犬や猫などペットの体に寄生するダニやの実、蚊のような害虫から身を守る皮脂効果を最大限に上げました。害虫からの病気の感染を防ぎ、ペットが快適に過ごせます。また高品質のハーブによるアロマテラピー、リラックス効果もあり、ペットのストレス予防にも役立ちます。へえ。で原材料とか成分はハーブ類、なんかレモングラス、うん、ユーカリ、ミントとかが入ってて、あと精製水で弱酸性のものになります、うん、だからこれ舐めても安心だし、うん、だから人間もね、普通にお肌の弱い人すごいおすすめだし、うん、もうなんかライとかもお風呂をさ毎回入れるの大変だからさ、うん、こういうの使っちゃった後ね、だからこっちで使って、普通に普段の生活の中でもお散歩とか行かなくても使える。でなんかで見たんだけどね、うん、ちゃんと調べてからここら辺に載せるんですけど、なんか 2,3 日持つって書いてあったの。へー。だから、まあ、うちは一応毎日お散歩行くたびにこうシュッシュって吹きかけてるんですけど、でも効果が長持ちするみたいなので、そこもなんか安心かなと思って買いました。意外となくならないね。そしてね、そうだね、匂いもさ、その人間用のやつはさ、そうそう、鼻にこう、うん、ツーンとくるような、なんかこう咳込んじゃうような匂い、うん、だけどこっち なんかちょっと変わった匂いだけど、まあなんかハーブ、うん、あ、取れた、そうハーブでできてるんだなっていう、うん、本当になんかそこら辺のハーブ、こうやって嗅いだような匂いね。ライブもさ、こっちはさすっごい嫌がるじゃん、うん、やっぱ鼻痛いしさ、なんかみたいな感じでやるけどさ、こっちのがまだそんなひどくはないみたいな感じだね。そうだね、匂いもそっちの方がいいもんね。そうそうそう、自然な感じの匂いで、ね、本当はこっちうちらも使いたいんだけど、こっちの方が安いから、うん、でワンちゃんにはちょっとなんかいくらだったっけな、アマゾンで私は買ったんですけど2550円、 200ml でだから人間はこっちのちょっと安いやつ500円ぐらいだもんね使って、でも顔とかさ、こっち使えないじゃん、うん、あんまり、うん、でもこっちだったらさ、もうシュシュってても使えるから、うん、
だからそういう感じで使い分けてもいいかもしれないです。でも赤ちゃんとかいる人は絶対ねこういうのがいいかなって思います、うん、はい、おしまい。はい、今なんかご飯食べ始めた。ダイちゃんなんで撮影始めるとご飯食べるのいつも。